吉岡弥生は、日本の教育者、医師。医界医は、生後医。訓等は、訓二等。東京女医学校、東京女子医学専門学校、東京女子医科大学創立者。東京女子医学校校長、東京女子医科大学学等、市政会会長などを歴任した。旧姓は集山。俗に、吉岡弥生とも表記される。東京女子医科大学の前身である。 東京女医学校、東京女子医学専門学校を創設し、女性医師の養成や、医学の教育、研究の進行に尽力した。津田梅子、安井哲、鳩山春子、後見家系、下田歌子、横井玉子などと並ぶ、日本の女子教育の基盤づくりに活躍した、女性教育者である。また、日本女医会会長、教育審議会委員、日本医師会参与、 厚生省顧問などの公職も歴任した。弥生の父である和詩山陽、人氏東東未国城東軍土片村に官方医和詩山陽、人氏の娘として生まれる。1889年に上京し、再生学者に入学した。当時の再生学者は入学試験がなく、女子も入学できる、医術改良試験のための最も古い私立医、学校であった。 1892年、内務省医術開業試験に合格し、日本で27人目の上位となる。1895年に再上京し、昼間は開業をしながら、夜はドイツ語を教える私塾、東京市政学院に通学。同年10月に同学院院長の吉岡新と結婚した。1900年、再生学者が女性の入学を拒否したことを知り、 同年12月5日、日本初の女医養成機関として、東京女医学校を設立した。1912年に、東京女子医学専門学校に、昇格。1920年に、文部省指定校となり、卒業生は、無試験で、医師資格が取れるようになった。太平洋戦争中、婦人国策委員第1号ほか、愛国婦人会評議員、 大日本連合女子青年団長、大日本青年団顧問、大日本婦人会顧問など要職につき、多数の青年、婦人の戦争協力を指導。空襲後、疎開。戦後、東京に戻り、学校の再建に取り組むが、戦争に直接協力させられた国立病院や日赤病院で、相次いで労働組合が結成される中、 東京女子医学専門学校でも教授会を作ることさえ許さなかった、吉岡一族の独裁的な先生支配に対して、心ある教授がいち早く民主化を唱えて団結をすることを訴えた。だが、吉岡や生によって弾圧され退職させられてしまった。これに抗議する学生たちは、校長吉岡や生の禁止命令を蹴って自治会を結成し、 退去して民主化闘争に突入した。一方、教職員の側も弾圧にひるまず、教授等を先頭に組合結成の動きを活発化した。1946年初頭、吉岡弥生は、教職員を集めた朝礼の席で、組合の結成を認めるような法律は、私が国会に出て改めてやると豪護し、頭から威嚇した。 こうした態度に寄与されて組合結成の動きも一時したびになったが、全国で崩壊と湧き上がる労働組合運動に勇気づけられて、1946年12月に女子専従業員組合が結成された。組合員は270名で、組織率は70%であった。組合結成を起こった吉岡弥生は、教授数人を首謀者と断定して、首切りの虚に出た。 組合は東京都労働委員会に首切りは不当労働行為として提訴した。この戦いは経営側が敗訴し、組合の勝利に返した。吉岡弥生はこの戦いの最中に戦争協力に指導的な役割を演じた角で公職を追放され、学内から去っていった。1947年から1951年、教職追放並びに公職追放。 出展、東京女子医科、大学労働組合全紙保管資料より、1955年既得に際し、君四等法官症を賜る。しかし、助君の知らせで奮起し、奇跡的に回復した。1959年5月22日、世田谷区の自宅で死去。遺言により遺体は、解剖に付された。死後、生後位君二等随法症を賜る。 東京女子医科大学川田町キャンパス、弥生記念行動東京女子医科大学の川田町キャンパスには、吉岡の像が建立されており、吉岡の名を冠した弥生記念行動が設置されている。また、掛川市の吉岡弥生記念館や、東京女子医科大学の吉岡弥生記念室などの施設では、吉岡の資料を収集、展示している。 学校法人東京女子以下大学前前理事長、吉岡博光は孫。吉岡と同じく土方村出身の東京学芸大学学長、修山康彦は本家筋にあたる。訓ご当随法省を廃用する1941年頃の吉岡。ありがとうございます。